はい、皆さんこんにちは、レクセン人講師の川原です。では2024鑑定理論飲酒対策講座講義編ですね、第1回目講義を行っていきます。鑑定理論は論文式試験において、記述をしていく論文と計算をしていく演習という形で出題形式が分かれてきます。でこの飲酒対策講座というのは文字通り演習の対策として、まず初めに受講していただく、講義編6回討論編2回の講座ということになってきます。で演習というのは簡潔に言うならば、基準留意事項の理解を前提とした上で、それを具体的な事例に当てはめて電卓を使って計算をしていく計算問題ということになってきます。ちょっと実際の本試験問題確認していきましょう。はい、これ実際の令和4年度の本試験問題ということになってきます。過去の本試験問題は国土交通省の試験情報のところにデータが、問題用紙と回答用紙ですねアップされてますので、誰でも閲覧後にこのように打ち出すことができます。これ打ち出してきました。A4 版の縦型の問題用紙ということになってきます。でこれ令和4年度の論文本試験の鑑定理論の演習問題ということになってきます。100点満点で試験時間2時間で、演習はですね、論文本試験3日間なんですけど、最終日のね、最終科目、午後の科目ですね、3日目の午後1時半から3時半2時間で回答を作成していきます。で、注意事項いくつかあるんですけど、縦差のところ、問題用紙は表紙を含めて23ページとなっています。この問題量がかなり多いというのがですね、この演習の問題の特徴ということになってきます。対比的にこう記述をしていく論文の方は、問題用紙はまあ A4 版で型は同じなんですけど、横向きでさらに表紙を含めても2ページ程度の問題量が論文の方です。一方演習というのはですね、20ページぐらいでかなり問題量が多いですね。そういった特徴があります。で続いてこちらが今度は回答用紙ですね。こちらも打ち出してきました。回答紙はですね、B4 版ですね。問題用紙は A4 版だったんですけど、回答用紙は B4 版です。で、実際にはですね、これ、左上ですね、ホチキスで止められている形式になっています。で、これ表紙なんですけど、注意事項縦なんで、縦にですね、回答用紙は表紙を含めて9ページですよね。それなりに回答紙の量があります。やはり短期的に記述をしていく論文の方は、論文2問出されるんですけど、1問あたり、同じ回答用紙はですね、B4 版なんですけど、1ページ25行の ×2 ページで50行が1問あたり出されまして、ね、用意されまして、それが2問なんで ×2 セットですね。1ページあたり25行で、ね、それが2ページで50行が1問あたりで、それが、ね、2問なんで2セットなんで、2ページ、表紙を含めても5ページ程度の、ね、回答紙が与えられるのが論文の方になってくるんですが、演習の方は回答紙も多いですね、表紙も含めて9ページということになってきます。あと形式もですね、ちょっと違ってきまして、演習の方の回答紙にはこれあらかじめこの項目立てが印刷されています。例えば問いの1の証文にですと、修繕積立金の額の正確だったり確認が必要な理由をですね、こう記述していく、ここに、ね、項目立てがあらかじめ示されていまして、とともにこれ計算問題なんで、こう計算式ですよね、こう空欄になった計算式があらかじめですね、示されているということになっていきます。一方記述をしていく論文の方はですね、もう行数だけです。50行の、ね、行数だけです。項目立てとかそういったものもありません。さらに演習の方は、例えばこの問いの1証文にですと、これ3行の中で回答を記述しなければならない、こう行数制限がありますよね。行数制限が。一方論文の方は50行という行数だけが与えられるだけです。例えば証文が1から3、証文がね3つ出されたとするならば、証文ごとの分量というのはそれぞれの受験生が自分で判断して記述をしていく必要があります。特に証文ごとの行数というのは制限されていないんですけど、一方演習というのはですね、行数制限があるですね、そういった特徴もあります。で演習における計算というのは高度な計算は不要です。微分とか積分とかね、そういった計算は不要で、いわゆる四則計算ですね、足し算引き算掛け算割り算で処理することができます。ただ演習の難しさはこの大量の問題文から
計算に必要な数値をですね、探し出すってことがね、こう大変な作業になってきます。なので、演習特有の問題文の読み込みに慣れるというんですかね、そのあたりも重要ということになってきます。で、演習というのは、数字を使って計算していきますので、手法の理解が促進されます。なので、ぜひ、この演習と記述していく論文のですね、関連、相互作用ですかね、相乗効果を意識して学習するようにしてください。つまり理解を伴った基準類似項の暗記を計算をしていく演習の方で役立てて、一方数字を使って計算していく演習の方で手法の理解が促進されますので、それをこう記述をしていく論文の方でも役立てるっていうんですかね、こう相乗効果を意識して学習ですね、進めていくようにしてください。はい、でこれからあの講義編ですね、講義を行っていくんですけど、講義の相手はこちらですね。講義編はこの演習対策テキストですね、こちらのテキストを使って講義を行っていきます。講義編全6回においては、まずはあの基本的な3手法ですかね、原価法、取引事例加工、収益還元法、これ学んでいきます。あとは更地の鑑定評価において適用する開発法も学んでいきます。あと新規賃料を求める章の一つあります積算法についてもこの講座の中で学んでいきます。あと最終回6回目です。6回目においては、あの実際のやっぱり問題を使いまして、演習特有の問題の読み込みについて慣れていきます。はい、あとね、ちょっと事前に準備していただく必要があるものがありまして、この演習対策テキストの表紙のところですね、ちょっと見ていただきたいんですけど、演習においてはあの電卓を使って講義をしていきますので、あの電卓をね、手元に準備していただく必要があります。でこう準備していただくですね、電卓のポイントですね、要件を一緒に示しておきましたので、こちら確認していきます。はい、枠のね、上の枠のところ、電卓選択のポイントというところを見てください。まずは縦1、おおむね12桁まで計算できるもので、縦に、数字の表示が、大きく見やすいものを選ぶようにしてください。例えばこういった電卓ですよね。大体手のひらサイズの電卓を選んでいただければ、まあ、桁としては12桁ですね、まあ、12桁の表示ができる電卓になっているはずです。じゃあこれもこう12デジットって見えますかね、こう12桁という意味になっています。あまりやっぱり電卓小さいとこう入力しづらいとかそういった面もありますので、大体こう手のひらサイズのですね、電卓ですね、準備するようにしてください。で続いて縦3、最低限 GT 機能、メモリー機能がついているものを準備してください。つまりこう電卓の表示としてこの GT というボタンがあるもの、あとはメモリー機能とか M プラス M マイナスというボタンがあるものですね、そういった電卓ですね、購入するようにしてください。例えばこう別の電卓ですとボタンの位置がちょっと違かったりするんですけど、 GT というボタンとこう M プラス M マイナスボタンがありますね、GT 機能、メモリー機能が備わっているですね、電卓準備するようにしてください。で続いて縦4、ソーラーパワーだけでなく電池も内蔵しているものを準備してください。要はこう裏面、電池のみならずこうパネル分かりますかね、ソーラーパネル備わった、これのツインパワーってなってますよね、両方が備わったですね、電卓準備するようにしてください。あの電池だけですと電池切れのリスクがありますし、ソーラーパワーだけですと暗いところですと、ね、表示が薄くなったり動きが鈍くなったりしますので、ぜひこうツインパワーのもの準備するようにしてください。で最後に縦5、紙に記録する機能及びプログラム入力またプログラム記憶機能の記録機能のない、計算機能のみのもの、関数電卓は不可、これ願書に書かれている要件ですね。要はあの高度な機能を持った電卓は、まあ、準備しないでくださいね、買わないでくださいね、そういった意味ということになってきます。あのだいたいこう、まあ、手のひらサイズでだいたい量販店で3000円から5000円ぐらいの電卓買っていただければ、このポイント要件満たすですね、電卓になっているはずです。で、これから講義においては一応ね、電卓としましては、私が普段使っているこのカシオ製の電卓と、あとはこれシャープ製の電卓と、さらにはキャノン製の電卓ですね、こう3社の電卓をですね、ちょっと併用して講義を進めていきます。
大体量販店にいただいて、ここで電卓のコーナーいただければ、大体これ3社の電卓がずらーっと並んでると思いますので、まあ、いずれか手のひらサイズで3000円から5000円程度の電卓ですね、購入していただければ、要件満たす電卓になるはず。なので今お手元で、ね、電卓まだ準備できてない方はですね、ぜひちょっと準備をしていただいた上で、これから講義ですね、受講するようにしてください。はい、あとですね、事前準備としましては、では表紙の下の方の枠の方を今度見てください。演習対策講義において、講座においては、マーカー等を使用して講義を行います。ピンク、ブルー、グリーン、イエロー、パープルのマーカーと赤と青のペンを各自準備するようにしてください。ちょっとね、余計な費用をかけてしまうかもしれないんですけど、ちょっとマーカー使って講義していきますので、できればちょっとマーカーですね。ピンク、ブルー、グリーン、イエロー、パープル。あとはね、少しちょっと太めの赤と青のペンですね。これら使って講義をしていきますので、できればちょっと準備をしていただいてですね、これからの講義ですね、受講するようにしてください。はい、では中身入っていきましょう。この演習対策テキストの、では目次等々飛ばしまして1ページ目ですね。1ページ目開いてください。はい、1ページ目開いてください。はい、演習対策テキストですね、1ページ目開いてください。はい、ではまずね、第一編一つ目の章としまして、取引事例加工をですね、学んでいきます。では、始めるという文章のところを見てください。基準によれば、取引事例加工はまず、多数の取引事例を収集して、適切な事例の選択を行い、これらに係る取引価格に必要に応じて、事情整備、事前修正を行い、かつ地域用に比較及び個別提供に比較を行って求められた価格を比較考慮し、これによって対象不動産の資産価格を求める手法である。この手法による資産価格を基準価格というと規定されています。これ重要な定義ですよね。もうそろそろ定義についてはね、パッパッパッとね、取引事例加工の定義ですね、言えるようになっていただきたいんですけど、取引事例加工の適用過程は、まあ、ざっくりと、まずは、取引事例をですね、収集、集める必要があります。取引事例の収集です。で、その収集した取引事例の中から、適切な取引事例のね、選択が次に必要となってきます。で、続いて選択した取引事例の取引価格に、事情補正、事前修正、さらには地域要因の比較、個別適用に比較、要因比較ですね、を行って計算をしていくということになってきます。適用過程としましては、事例の収集、で続いて選択、で、事情補正、事前修正、要因比較ですね。こういった流れで、章をですね、適用していきます。では、第2段落。試験ではあらかじめ取引事例が収集されているため、適切な事例の選択以降の作業を行うこととなってきます。ですね、本試験においては取引事例があらかじめも集められているんですね。この例えば先ほどお見せした令和4年の本試験問題ですと、16ページに示されているんですけど、資料の3という形で標準値、地下工事が示されている土地の、ね、概要ともに、この取引事例の概要が表の形で示されています。令和4年度の本試験問題ですと、取引事例としましては、取引事例、いろはにほという形で、5事例がですね、あらかじめもう、ね、集められています。収集されているんですね。で、この収集されている取引事例から、ここから適切な事例を選択するという作業から、皆さんの判断が必要になってきます。令和4年度ですと、ここから2事例選びなさいって指示だったんですけど、ここからね、事例の選択をしていく、この選択の判断から、皆さんの作業が必要となってくるんだということになります。はい、また1ページ戻っていただきまして。はい、じゃあ最終2行見てください。試験において取引事例加工は更地に適用することが通常であるため、本編では基本である更地加工を求める場合について学習をしていきます。今までの演習問題で必ず処理が求められるのが取引事例加工を適用して更地の基準加工を求める処理です。なのでまずはその基本であります取引事例加工ですね、適用して更地の基準加工を求める流れについて確認をしていきます。はい、では2ページ進んでください。はい、ローマ数字1、取引事例加工適用のフローが、いわゆる定義がナンバリングされてフローの形で示されています。
先ほどの定義がナンバリングされてフローの形で示されています。でこのフローナンバリングのうち ④、⑤、⑦見てください。 ④、 取引事例の個別適用の標準化を制、 ⑤、 地域要因の比較、 ⑦、 対象同士間の個別適用の格差修正となっています。これ何を行っているかというと、これ要因比較を行っています。地域要因個別適用因のやり方が7章基準、取引事例確保の基準のところで2つのやり方が前段と後段で示されていたんですけど、覚えてますかね。7章取引事例確保の基準のところで要因比較のやり方が前段と後段で2つに分かれて、前段が直接的な要因比較の方法が前段で示されていて、で後段最終2行ほどでそれぞれの地域における個別的要因が標準的な措置を設定して間接的に要因比較を行う方法が後段で示されています。でこの ④、⑤、⑦という形で示されている内容は、これ間接的な要因比較を行う方法がナンバリングされて示されているんだということになってきます。もう少し具体的に、では3ページの図のところを見てください。3ページ図のところを見てください。はい、3ページ図のところを見てください。では同一受給圏内の右、近隣地域内において500平方メートルの対象不動産が損していたとしましょう。同一受給圏内の右、近隣地域内に500平方メートルの対象不動産が損しています。続いて同一受給圏内の左、類似地域内において400平方メートルの取引事例ですね、取引価格総額が1億トンで640万円、でこの総額を面積で割った単価が26万6千円と示されています。同一受給圏内の類似地域において400平方メートルの取引事例ですね、取引価格総額が1億トンで640万円、面積であった単価が26万6千円と示されています。で要因比較というのは取引事例と対象動産の地域要因個別適用に比較を行って、要はね、要因の格差の修正を行って、要は取引事例の価格から対象不動産の価格を求めていく作業が要因比較の作業ということになってきます。地域要因個別適用の比較、要因比較というのは取引事例と対象動産の地域要因個別適用の比較を行うことによって要因の格差修正を行って取引事例の価格から対象不動産の価格を求めていく、そういった作業ということになってきます。で直接的な要因比較の方向というのは文字通り取引事例と対象不動産とね、直接要因の比較を行うというですね、やり方です。ただ直接比較をしてしまうと両者の価格の違いがそもそも損する地域が違うからなのか、いやいやそれぞれの不動産の個性が違うからなのか、何が原因理由かが分かりづらいことになってしまいます。不動産特に土地というのは個性が強いので直接比較をしてしまうと両者の価格の違いがそもそも地域が違うからなのか、いやいやそれぞれの不動産の個性が違うからなのか、何が理由かがですね、把握しづらい、そういったやり方になってしまいます。なので近隣地域、類似地域、それぞれの地域において個別的要因が標準的な土地というものを設定します。近隣地域、類似地域、それぞれの地域において個別的要因が標準的な土地というものを設定します。でこの標準的な土地を、ね、設定改善させることによって近隣地域の標準的な土地と対象不動産を比較すれば対象不動産の個性が際立ってきます。で類似地域内の標準的な土地と取引事例と比較すれば取引事例の個性が際立ってきます。さらにそれぞれの地域における標準的な土地同士を比較すればこれ地域の価格水準を表していますので地域の違いが把握しやすくなってきます。標準的なものを介在させることによって個性を際立たせ地域の違いを把握しやすくする、要因比較の精度を高めるやり方がこれ、それぞれの地域の切る個別的要因が標準的な土地を設定して間接的に要因比較を行う方法ということになってきます。実務においても演習においても通常要因比較はこの間接的な要因比較を行う方法で行っていきます。でこの間接的な要因比較の方向ですね、段階としては3つの段階を得ていきます。まずは左、事例の損する類似地域内の標準的な土地と取引事例と比較して取引事例の個性をなくして事例の損する類似地域内の標準的な土地の価格を求めていく作業です。これ
4、標準化補正と言います。事例の個性をなくして事例に損する類地域内の標準的な土地の価格を求めていく作業が、これ標準化補正ということになってきます。続いて、類似地域内の標準的な土地と近隣地域内の標準的な土地同士を比較して、ね、類似地域の地域性をなくして近隣地域の価格水準、要は近隣地域の標準的な土地の価格を求めていく作業が、これ5、地域要因の比較ということになってきます。これ第2段階です。それぞれの地域の標準的な土地同士を比べて、類似地域の地域性をなくして近隣地域の価格水準、要は近隣地域の標準的な土地の価格を求めていく作業が、これね、5、地域要因の比較ということになってきます。続いて第3段階が、近隣地域内の標準的な土地に対して対象不動産の個性を反映させて対象不動産の価格を求めていく作業が、この6ですね、個別的要因の格差修正という作業になってきます。近隣地域内の標準的な土地に対して対象不動産の個性を反映させて対象不動産の価格を求めていく作業が、6、個別的要因の格差修正ということになってきます。段階としては3段階ですね。事例の個性をなくしていく、4、標準個性。事例の損する類似地域の地域性をなくしていく、5、地域要因に比較。で、対象不動産の個性を反映させて対象不動産の価格を求めていく、6、個別適用の格差修正ですね。この3つの段階です。で、この3つの過程が2ページ4、5、6という形でナンバリングされて示されていたんだということになってきます。では取引事例加工ですね、実際どのように計算していくかと言いますと、ではね、2ページ下式のところを見てください。こちらは基準となる値、基準値を100とした取引事例加工の計算式と略号が示されています。まずは略号ですね。このゴシック体になっている、濃くなっている部分がありますよね。左からこと、とき、表、地、こ、面という形で略語が示されています。これはそれぞれの場面においてどのような処理を行っているかをですね、示している略語ということになってきます。で、下は略語の意味が示されてまして、左からことというのは事情性、時というのは時点修正、表というのは取引事例の個別的な標準化を性、地というのは地域用の比較、こというのは対象動作の個別的用の格差修正、面というのは面積の反映のことを表しているんだということになってきます。で、表の中で分母分子に100が入っているところがありますよね。あらかじめこれ100が入っているところがありますよね。100が入っているところ。こちらは所有のものとして、ね、基本的な所有のものとして100を入れれば良い箇所ということになっていきます。あらかじめ100が入っているところは、こう基本的な所有のものとして100をですね、代入すればいいところ。要はこの文章になっている部分がありますよね。この文章になっている部分について大量の問題文から必要な数値を探し出して代入するって作業が必要になってきます。例えば事情性の分母のところを見てください。取引事例の取引事情にかかる補正率ってありますよね。で、こちらについて大量の問題文から必要な数値をです探し出して、で、この分母のところに代入するって作業が必要となってきます。で、ざっくりとですね、ざっくりと暗黙のルールとしましては、まずね、下のライン、分母には何をですね、代入するかというと、それは事例資料ですね、事例資料。つまりは、省略形で書きますと、分母にはこれ、取引事例です。分母には事例資料、資料の数字、つまりは取引事例の数値を入れていくのが、分母下のラインということになってきます。一方、上のラインですね、上のライン。上のライン、分母には何を代入していくかというと、それは求めるべき省略形で、これ対象不動産ですね。対象不動産の数値を入れていくのが上のライン、分子ということになってきます。分母には事例資料ですね、取引事例の数値、上のライン 分子にはですね、求めるべき対象不動産の数値ですねを入れていく。これがね、非常な暗黙のルールということになってきます。はい、じゃあ一旦ここで切っておきます。はい、以上をもちまして第1ユニット講義の方を終了いたします。はい、で第2ユニット講義の進めていきましょう。テキスト2ページ開いてください。
ではこの取引履歴はこの基本式ですね。じゃあ具体的な数字を使ってもう少し詳しく確認していきます。3ページ上計算例というところを見てください。3ページ上計算例というところを見てください。ではこう枠の中に資料に基づく数値を代入して計算をしていくんだということになっていきます。で式にこうナンバリングされてますよね。これこの2ページのフローのナンバリングと対応しています。でナンバリング処理ごとに下それぞれ注意点留意点が示されてますので、留意点ともに代入すべき数値を確認していきます。はい、まずはですねスタートの価格ですよね。取引事例加工というのは取引事例の取引価格から批准をしていきます。で採用すべき取引価格については、はい、下の留意点の ① 見てください。通常単価による批准であるので、最後に対象動産の面積を乗じる必要があるとなっています。採用すべき取引価格は総額ではなくて、総額を面積で割った単価を使っていきます。通常単価による批准ということになっていきます。取引事例ですね、取引価格は、ね、単価を採用していきます。単価による批准です。ただ結論は総額として求めていきますので、最後面積を乗じる必要があります。結論は総額として求めていきますので、最後面積を乗じる必要があります。2ページの基本式のところを見てください。で左スタート時点見てください。取引事例における土地価格でこう単価って示されてません。単価批准です。採用すべき取引価格単価です。ただ結論は右端総額ってなってますよね。結論総額として求めていきますので、最後これ面積をかける必要があります。求めるべき総額というのはこれ対象不動産としての総額を求めていきますので、最後はかけるべき面積はこれ対象不動産の面積を乗じていきます。最後に3ページ対象不動産の面積を乗じて総額として結論を求めていくんだということになってきます。なのでこの与えられている図の中の取引価格総額と単価が与えられているんですけど、使うべきものはこの単価の方ですね。26万6000円。なのでこれを引っ張ってきまして、まずスタート時点の取引価格としましてはこの26万6000円ですね。こちらを代入して批准をしていきます。続いて丸に自情補正です。自情補正についてはこの後詳しくやっていきます。ここでは問題文から120という数値が与えられていて、それをですねこう分母に代入したとしましょう。自情補正についてはこの後詳しくやっていきますので、ここでは問題文から120という数値が、ね、把握できて、それを分母に代入したとしましょう。では続いて時点修正です。時点のズレを修正していきます。はい、下の留意点の ③ 見てください。取引時点を100とした取引事例ごとの価格時点の価格指数をチェックしていきます。取引事例ごとに取引事例を100とした場合の価格時点の指数、価格指数というのがですね把握できますので、それをね代入していきます。上の図のところの図の下黒ポチのね説明文のところを見てください。取引時点から価格時点まで地価水準は 1.2% 上昇していると示されています。取引時点から価格時点まで 1.2% 上昇しているってことですよね。つまり取引時点を100とした場合の価格時点の価格指数はこれ 101.2 ということになりますよね。価格取引時点から価格時点まで 1.2% 上昇しているということは、取引時点を100とした場合には価格時点の指数はこれ 101.2 ですよね。で取引時点の価格から価格時点の価格を求める場合にはこれかける1.01にすればいいということですね。まあ 101.2% というのが価格時点の指数なので、かける 101.2% はね、かける 1.01 に行えばいいということになってきます。取引時点の価格から価格時点の価格を求める場合にはかける 1.012 をすればいいということです。でこのかける1.012をですね分数表示にしたものが、はい、上のところかける100分の 101.2 です。これかける 101.2% かける 1.012 を行っています。
これ分数表示にしたものが、これ ×100分の101.2 ということになっていきます。×101.2% ×1.01 に行っています。で、代入すべき数字はこれ取引時点の指数ではなくて価格時点の指数ですね。要は取引事例に関わる数値じゃなくて、対象不動産の価格時点における指数をね、代入していきます。で、先ほど暗黙のルールとして、対象不動産に関わる数値は上ドライン分子に代入していきます。なので価格時点の指数 101.2 をですね、分子に代入していきます。時点修正は分子補正です。時点修正は分子に価格時点の指数ですね、 101.2 を、ね、代入していく。時点修正は分子補正ということになっていきます。続いて標準化補正、取引事例の個性をなくして取引事例の損する地域の標準的な土地の価格を求めていく作業です。チェックすべきものは、はい、下の留意点の丸を見てください。取引事例の個別適用にかかる評点をチェックしていきます。チェックすべきものは取引事例の個別適用にかかる評点ということになってきます。図のところを見てください。で、左、事例の損する類似地域内のこれ標準的な土地のこれ評価の点数、評点というんですけど、それが100と与えられていて、類似地域内の標準的な土地の評価の点数、評点が100と与えられていて、で、取引事例、例えば全面道路の福井道幅が狭くてマイナス 2% の原価が発生していて、で、評点が98と与えられていたとしましょう。標準的な土地の評価の点数、評点が100で、取引事例の評価の点数が全面道路の道幅が狭くてマイナス 2% の原価が発生していて98と与えられていたとしましょう。では、この標準的な土地の価格から取引事例の価格を求める場合には、計算としてはどのような計算が必要ですかね。標点が198と与えられていて、標準的な土地の価格から取引事例の価格を求める場合にはどういった計算が必要でしょうか。それは198と与えられているので、これかける0.98を行えば標準的な土地の価格から取引事例の価格が求められますよね。なので逆に、取引事例の価格から取引事例の個性をなくして標準的な土地の価格を求める場合には、要はこの標準化補正の計算としてはどのような計算を行えばいいかというと、これかける0.98の逆の計算を行えばいいということですね。つまりはこれ割る 0.98 を行えばいいんだということになってきます。で、簡単理論において割り算は扱いづらいので、これ掛け算の形で変更しまして、でそれを分数表示にしたものが、はい、上のところ、これかける98分の100です。これ割る 0.98 を行っています。割る 0.98 を掛け算の形で分数表示にしたものがかける98分の100です。で、代入すべき数値は、もう一度留意点、取引事例の個別適用にかかる評点ですよね。取引事例に関わる数値は下のライン分母ですよね。分母に代入していきますので、分母にこの取引事例の個別適用にかかる評点98をですね、分母に代入していきます。標準化補正は分母補正です。分母に取引事例の個別適用に代わる評点、ここですと98を代入していきます。標準化補正は分母補正ということになってきます。続いて地域要因に比較、事例の損する地域の地域性をなくして近隣地域の価格水準、要は近隣地域の標準的な土地の価格を求めていく作業です。チェックすべきものは、はい、下の留意点丸5、取引事例の損する地域の地域用にかかる評点をチェックしていきます。チェックすべきものは、取引事例の損する地域の地域用にかかる評点をチェックしていきます。で、また図のところを見ていただきまして、では右、近隣地域の評価の点数、評点が100と与えられていて、類似地域、例えば近隣地域よりも駅近でプラス 15% の増加が発生していて評点が115と与えられていたとしましょう。近隣地域の評価の点数が100で、一方類似地域、駅地下でプラス 15% の増加が発生して115という形で評点が与えられていました。
では類似地域の地域差なくして近隣地域の価格水準、近隣地域の標準的な土地の価格を求める場合には、要は地域用に比較の作業としましては、どういった計算が必要でしょうか。標点が100、115と与えられているならば、これ割る 1.15 を行えばいいということですよね。標点が100、115と与えられているので、類似地域の地域差なくして近隣地域の価格水準、近隣地域の標準的な土地の価格を求めていく地域用に比較としましては、割る 1.15 を行えばよいということです。やっぱ割り算扱いづらいの掛け算の形にして、この分数表示にしたものが割る 1.15 を掛け算の形で分数表示にしたものが、はい、上のところ、これかける115分の100です。これ割る 1.15 を行っています。割る 1.15 を掛け算の形で分数表示にしたものです。で、代入すべきものは良い点丸を、取引事例の損する地域の地域用にかかる標点、取引事例にかかる数値は分母ですね、分母です。なので分母に取引事例の損する地域の地域用にかかる標点115ですね、115を分母に代入していきます。地域要因の比較もこれ分母補正です。分母に取引事例に損する地域の地域用にかかる標点を代入していきます。で、注意点がありまして、この地域用に比較ですね、その留意点の丸5の続きの文章のところを見てください。取引事例が近隣地域に損する場合は地域用に比較は不要となる、ブランク番を記入するんだということになっていきます。つまり例えば近隣地域内に取引事例が損すればね、取引事例が近隣地域内で損する場合もありえます。これ地域要因を共通にしていますので、地域要因比較は不要となってきます。で、その不要だって理解を示すために、この基本式の地域要因比較の分母のところに、これブランクですね、バーを入れるようにしてください。地域要因比較は不要なんだって理解を示すために、取引事例が近隣地域に損する場合にはこの地域の比較のところの分母の枠の中にこうブランクバーですね、バーを記入するようにしてください。では続いて個別的要因の格差修正です。対象動産の個性を反映させて対象動産の価格を求めていく作業です。チェックすべきものは、はい、留意点の丸6見てください。対象不動産の個別的要因にかかる標点をチェックしていきます。チェックすべきものは対象不動産の個別適用にかかる標点をチェックしていきます。はい、図のところ近隣地域内の標準的な土地の評価の点数標点が100と与えられていて、対象不動産例えば過渡地とかで使い勝手がいいのでプラス 2% の増加が発生して標点が102と与えられていたとしましょう。近隣地域の標準的な土地の標点が100、一方取引時、対象不動産の評価の点数評点が例えば過渡地とかでプラス 2% で102と与えられていました。では近隣地域の標準的な土地の価格から対象不動産の価格を求める場合には、要はね、個別的の格差修正の処理としましては計算としてはどのような計算が必要でしょうかね。100、102と与えられていますので、これかける1.02 を行えば、かける 1.02 を行えば良いということになっていきます。で、このかける 1.02 を分数表示にしたものが入ったようなところ、かける100分の100にですね、これかける 1.02 しています。代入すべきものは対象不動産の個別テクニカル評点ですね、対象不動産にかかる数値は上のライン分子に代入していきますので、この対象不動産の個別テクニカル評点102をですね、分子に代入していきます。個別適用の格差修正は分子補正です。分子に対象動産の個別適用にかかる評点を代入していきます。で、結論総額として求めていきますので、最後面積をかける必要があります。で、かけるべき面積はこれ対象不動産の面積で、間違っても取引時の面積400平米とかかけないでください。最後かけるべき面積はこの対象不動産の面積、ここですと500平米ですね。なんでこの500平米を代入していきます、はい、あとはね、電卓を追って結論ですね、総額として求めていきます。電卓の打ち方としましては、この上のラインですね、分子は掛け算で、下のライン分母は割り算ということですね。例えば事情補正ですと、かける100割る120という形ですよね。
ただもう少し効率的に電卓を打っていきます。はい、下、効率的な電卓の使用法というところを見てください。氷点等100で除した数値を入力することで処理を簡便化することができます。どういったことかというと、二乗性のところを見てください。これ分母分子100で割っていきます。分子これ100で割りますと、これ1になって計算不要ですね。要は分母120を100で割ると 1.2。で、これ分母なんで、要は割る 1.2 という形で電卓入力すれば足りるんだということになってきます。例えば個別的の格差修正のところを見てください。やっぱり分母分子100で割っていきます。分母はこれ100で割りますと、これ1になって計算不要となりますよね。なんで分子102を100で割りますと 1.02。 でこれ分子なんで、こちらはかける 1.02 と電卓入力すれば足りるんだということになってきます。じゃあ実際ね、電卓打っていきましょう。はい、お手元電卓ちょっと準備してください。はい、お手元電卓ね、準備してください。では電卓入力していきます。まずはスタート地点、単価ですね、26万6266000、入力してください。26600です。で、次要請、分母に120があります。120を100で割った 1.2、 分母なんで割る 1.2 ですね。割る 1.2 入力してください。割る 1.2 入力してください。で、次点修正、分子に 101.2 があります。 101.2 を100で割った 1.012、 分子なんでこれかける 1.012 です。かける 1.012 入力してください。かける 1.012 です。続いて標準構成、分母に98があります。98を100で割った 0.98、 分母なんで割る 0.98 なんですけど、1点だけ、はい、適度な説明で、下の矢印、この 0.98 入力する際は0は入力不要で0.98 と入力すれば足りるんだということになってきます。つまりは電卓で、電卓打つ際には 0.98 の0は入力不要で、つまり割る 0.98 の場合には割る 0.98、 こう勝手に 0.98 となってますよね。0はわざわざ入力しなくても 0.98 と入力すれば、これ自動的に 0.98 と表示されることになってきます。割る 0.98 と入力してください。で、続いて標準、地域要因の比較です。分母に115があります。115を100で割った 1.15、 分母なんで割る 1.15 です。割る 1.15 を入力してください。続いて個別的の格差修正、分子に102があります。102を100で割った 1.02、 分子なんでかける 1.02 ですね。かける 1.02。最後、対象動作の面積ですね。500平米かけていきます。かける500でイコールをしてください。ちょっと画面そのままにしておいていただきまして、結論の総額についてのね、やっぱ留意点がありまして、はい、テキスト3ページ最終丸8というところを見てください。総額は通常上位4桁目を借入して上位3桁有効数字として求めていくんだということになっています。結論としての総額は通常上4桁目を借入して上3桁有効数字として求めていくのが通常なんだということになってきます。なので、これ電卓計算しますと 101514285 みたいになってますよね。で、上位4桁目5を下誤入して、なので結論としましては、テキスト上のところ1億トンで200万という形で上3桁有効数字で総額を示していくんだということになっていきます。で、四捨五入した場合にはですね、このイコールの上下に点々がついているこの記号ですね。このニアリーイコールと言ったりするんですけど、この記号を使っていきます。四捨五入した場合には、これニアリーイコールと呼んだりするんですけど、このイコールの上下に点々がついている、こちらの記号を使って表示をしていきます。はい、これ初めてなので、理屈も含めて、どこに何を入れるのか、丁寧に説明していきますが、これ慣れていきますと、淡々と、単純にこう入力できるようになってきます。
これが慣れですね。初めはね、文法が逆にしたりとかですね、入れ間違いあると思うんですけど、慣れてくればね、もう全然迷わずに淡々と入れるようになってきますので、とにかく繰り返しこの取り切りで過去ね、基本式適用していくってことが重要となってきます。はい、ではそれぞれの手順ごとにもう少し詳しく確認していきましょう。4ページ進んでください。はい、4ページ進んでください。でまずは事例の選択について詳しく確認していきます。事例何でもかんでも選択できるわけじゃなかったですよね。事例選択縦位置4要件というものが必要となってきます。はい、ではその文書のところを見てください。基準は取引事例は原則として近隣地域または同一受給圏内の類地域に存する不動産にかかるものうちから選択するものとし、必要やむを得ない場合には近隣地域の周辺の地域に存する不動産にかかるものうちから対象不動産の最優交渉が標準的仕様と異なる場合等には同一受給圏内の代替共通不動産にかかるものうちから選択するものとする過去とはしてのほか、次の要件の全部を備えなければならない。丸1、取引事情が正常なものと認められるものであることを、または正常なものに補正することができるものであること。丸2、時点修正することが可能なものであること。丸3、地域用の比較や個別的用の比較が可能なものであることとなっています。事例選択4要件ですね。キーワードで言うならば、ご宿題のところ。1要件目は、価格関連性、場所的同一性なんて言ったりしまして、2要件目、事情の正常性、または正常性可能性。3要件目、時点修正可能性。4要件目、要因比較可能性と言ったりします。演習においては、このご宿題のキーワード、使用して構わないんですけど、これ論文の方では使用しないでください。これあくまで演習特有のキーワードだと思ってください。論文において、事例選択4要件説明しなさい。出た場合にはしっかりとこう基準を引用してください。このキーワードはですね、使わないようにしてください。でこの1要件目ですね、1要件目、ズバリライバルとなる取引事例を選択しなさいって要件論ですね。で1要件目ってこう場合が大きく2つにまずは分かれてきましたよね。ライバルとなる取引事例を選びなさい。場面が大きく2つに分かれてきました。これ最優交渉が標準的仕様と一致する場合と異なる場合でまずはね、分かれてきましたよね。じゃあ異なる場合に選ぶべき取引事例というのはどういった取引事例と7章で示されていましたかね。最優交渉が標準的仕様と異なる場合等にはこれ同一受給圏内の代替共同不動産を選択すると示されていました。ただ今までの過去の演習問題で最優交渉が標準的仕様と異なる場合は出題されたことがないです。では続いて一致する場合ですね。一致する場合も原則例外論にまた分かれてきますよね。最優交渉が標準的に一致する場合も原則例外論。例外論ってどんな場面ですかね。必要やむを得ない場合ね。必要やむを得ない場合には近隣地域の周辺の地域に存する不動産にかかる取引事例を選ぶことができました。ただやはり過去の演習問題で必要やむを得ない場合は記載されたことがないです。なので演習における1要件目は事実上は1行目取引事例が近隣地域または同一受給圏内の類似地域に存するか否かが演習におけるこれ1要件目ということになってきます。で、4要件目見てください。地域要因個別適用の比較が可能なもの。個別適用の比較が可能なもの、これ別の言い方をするとどういった意味でしたかね。2章の分類概念と絡めてこれ個別適用の比較が可能なものというのは同じ類型のもの、同類型のものを選びなさい。そういった要件論です。つまり、更地について適用する場合には、取引事例も同じ更地の取引事例を採用する必要があるんだとの要件論です。ただ、なんか更地ではない異類型の複合不動産の取引事例を選択することができる場合がありましたよね。更地ではない異類型の複合不動産にかかる取引事例を採用することができる何かの方法を適用する場面の話ですね。その方法というのはすぐ下これ配分法を適用する場面です。文書のところ更地価格を求める場合の取引事例加工では複合不動産の取引事例について配分法を適用することがあるんだということになってきます。配分法は具体的には2つの方法があります。下の文書のところ基準は取引事例が対象不動産と同類型の不動産の分を内包して複合的に構成されている異類型の不動産にかかる場合においては当該取引事例の取り価格から対象不動産と同類型の不動産以外の分の価格が取り価格等で判明するときはその価格を考慮し、ここまでが前段ですよね。
または当該取引事例について各構成分の価格の割合が取引価格、新規投資等に判明しているときは、当該事例の取引価格に対象動産と同類型の不動産の分にかかる構成割合を乗じて対象動産類型にかかる事例資料を求める方法が配分法ということになっていきます。前段がいわゆる控除法といいまして、後段がいわゆる割合法といいます。更地について適用する場合には、いわゆる控除法というのは複合不動産の価格から相手方の建物価格を控除して更地価格を求めていく方法、いわゆる割合法というのは複合不動産の取引価格に更地価格の割合、土地価格の割合を乗じていく方法がこれ、ね、いわゆる割合法ということになってきます。で、5ページ上、配分法を適用して更地の事例資料を求めることができる場合の3要件が括弧1から括弧3という形で示されています。配分法を適用して更地の事例資料で取引価格を求める際の3要件が示されています。で、1要件目括弧1、事例不動産が更地部分を内包している複合不動産であることが1要件目です。更地評価対象は何県ですかね。所有権ですね。なので複合不動産も敷地利用権が所有権であるものを選ぶ必要があります。具体的には、自宅または貸屋敷の事例でなければならないんだというのが、まずはこれ1要件目ということになっていきます。続いて括弧2、建物価格または土地価格割合が把握できることです。いわゆる控除法の場合には相手方の建物価格、いわゆる割合法の場合にはかけるべき土地価格割合が把握できていることが、この2要件目必要となってきます。控除法ですと相手方の建物価格、割合法ですとかけるべき土地価格割合が把握できていることが必要ということになってきます。で、3要件目、これ更地特有の要件論なんですけど、括弧3、敷地が最有効使用の状態になることです。更地常に最有効使用が可能な類型です。なので配分法を適用する場合の複合不動産も、敷地が最有効使用の状態にあるものを採用する必要があるんだということになっていきます。この3要件すべて満たした場合に配分法を適用して更地の事例資料取引価格を求めることができるということになってきます。はい、でした。縦算というところを見てください。不採用事例となっています。本試験では事例の選択要件に照らして不採用とすべき事例があれば、その事例番号及び不採用とすべき理由を述べることが求められる場合があります。事例の選択から皆さんの判断が必要になってくるんですけど、どの事例を選んだのかって理由を示すんじゃなくて、どの事例を選ばなかったのか、不採用事例についてその不採用理由を記述することが本試験で求められたりすることがあります。不採用理由の記述をしなければならないですね。そういった過去の本試験問題が出されたりしています。はい、じゃあこの後不採用理由ね、具体的に確認していくんですけど、ちょっと切り替えるので一旦ここで切っておきます。はい、以上をもちまして第2のところを終了いたします。